国際機105機105は第二次世界大戦時の第日本帝国陸軍の試作輸送機開発製造は日本国際航空工業本機の名称としてよく紹介される大鳥という名称は国際における社内名称であり文献によっても表記に違いがあるアメリカ軍によるコードネームはバザード1943年から国際では 大型輸送用グライダーの開発を進めていたが、1944年8月に完成した軍用グライダーク7-2ナナを審査した帝国陸軍は、この機体をエンジン付きの輸送機とするように指示を出した。アメリカ軍の徹底した通商破壊作戦により、東南アジアにおける政界権を奪われた状況下で、帝国陸軍は南方から輸送船に代わって、 空7-2を回収した輸送機数百機による区間分割輸送を用いて内地へ10から20%でも多く燃料輸送を行うという基礎点外な非常対策を実施しようと計画した。その際の要望としてを挙げていた。試作名称機105と名付けられた機体は空7-2の試作台2号機を改造する形で同年11月に試作機が完成した。 機体は空7同様中央胴体に総速道と高翼式の主翼を組み合わせた総胴式で積載物の積み下ろしが容易な形態になっていた。またエンジンを2機搭載するため速道の全部はやや延長されていた。中央胴体は軽語金製だがその他の部分は木製であった。燃料タンクはナセル内に主タンク、中央翼前衛に補助タンクを設けた。 エンジンは当初波13を搭載したが、出力不足のため波262、または波102に換装した。同年12月の飛行審査の結果は良好で、正式採用の手続きは取られなかったものの1945年3月までに300機関製との量産指示が陸軍から出された。陸軍の量産指示に対し、国際では京都周辺の木工家具工場を総動員して、 量産体制を引いたが、空襲の激化や物資不足、工員の徴兵や、学徒動員による、連度低下などから生産ははかどらず、生産工場の被爆などにより、終戦までに9機しか完成しなかった。完成した機体は、滋賀県の8日、滋賂工場において行われた訓練に使用されたが、空襲により破壊され残存機も、終戦と同時に焼却された。 通常の輸送機型の他に燃料輸送型も計画されたが終戦により完成することなく終わった。開発が数年早く実施され戦略兵器として活用されれば戦局に大きな影響を与えうる機体の一つであったと評価される一方で約 2500km も離れた東南アジアから日本本土に到達するまでに搭載燃料の大半を消費し、それどころか 日本から東南アジアへの路にも燃料が必要であった。さらに、制空権を喪失した後で、燃料を満載して低速かつ鈍重の機体が、連合国の戦闘機から逃れられる保証はなく、絶望的な状況で、ほとんど正気の沙汰とは思えないといった否定的な意見もある。出イ a ー・ジム・ウィンチェスター、図説世界の最悪航空機大前。 原書房2009年 ISBN978 から4から562042364大内健次、間に合わなかった軍用機三人社2004年304ページ ISBN4 から769824157小川敏彦幻の新英機三人社1999年262ページ ISBN4 から769821425 ありがとうございます。